インペリアル軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州最南東部に位置する、軍である。アリゾナ州やメキシコと境を接している。軍全体にまたがるエルセントロ都市圏を構成している。1907年に設立され、現在でも州内では、最新の軍となっている。軍庁所在地は、エルセントロ市である。 2000年国勢調査による人口は142,361万 2, 人だったが、2010年の国勢調査では174,528万 4, 28人と10年間で22%成長した。インペリアル軍は南カリフォルニアのサンディエゴ・インペリアルとも呼ばれる国境地域の一部でもあり、州内の都市圏では最も小さいが、経済的な多様さでは最大の地域である。 この地域は砂漠であり、高温と年間降水量が3インチと少ないが、オールアメリカン運河を経由してコロラド川の水を灌漑に使うことで、経済は農業に大きく依存している。地元では、インペリアルバレーとインペリアル軍という言葉が同義語で使われている。インペリアルバレーは、ヨーロッパ系アメリカ人とヒスパニック系アメリカ人の文化が融合するところである。 アメリカ側から見れば、住民の大半は、メキシコ系の遺産を引き継ぐものであり、メキシコ側から見れば、長年にわたって、アメリカ文化の影響を大きく受けてきた。人種的に見れば、ヨーロッパ系、東アジア系、南アジア系及びインディアンの多人種、融合地域である。フアンバウティスタデアンサ・ベゼラニエとスペインの探検家、メルチオル・ディアスが1540年に、 現在のインペリアルバレエ周辺の地域を訪れた最初のヨーロッパ人に混じっていた。探検家ファ、フアンバウティスタデアンサも1776年にこの地域を探検した。その後、長い時が経って米牧戦争が終わると、バレエの北半分はアメリカ合衆国に併合され、南半分はメキシコの支配下に残った。 自然の耐水層がある地域には19世紀初期に小規模の開拓が行われたが、高級的な開拓地となると、土地開発が行われ考えよう運河が建設されるようになった1900年を過ぎてからだった。1905年、アメリカが衆国南西部を襲った激しい雨で、この地域では唯一の水流であるコロラド川が氾濫にし、 インペリアルバレーを考えするために作られた運河にも溢れた。インペリアルバレーは一部海面下になっており、窪地から水が引くことはなかった。溢れた水は現在ソルトン湖と呼ばれている世界有数の人工湖であるソルトンシンクへと集まった。インペリアル軍は1907年にサンディエゴ軍の東部から軍として創設された。軍名は インペリアルバレーから取ったが、インペリアルバレーという地名自体は新しいもので、カリフォルニア開発会社の子会社インペリアル土地会社が入植地宣伝のために名付けたものだった。インペリアル土地会社は20世紀への変わり目に農業を起こすために、コロラド砂漠南部の所有権を得ていた。インペリアル土地会社の土地の大半は、メキシコのバハカリフォルニア州の中にあった。この会社の目的は、 商業的に引き合う農生産物の開発だった。1910年までにこの会社は国境の両側に数多い農園を開拓させ開発することに成功した。しかしメキシコ革命のためにその計画が著しく妨げられた。メキシコに行った1万個近い農家が敵対するメキシコ軍によって排斥を受けた。 アメリカ側のカリフォルニアでは1920年代には、すでに十分に平和的で繁栄し、メキシコ側の損失にも見合う利益を引き出したが、バレエの中に新しくできた社会に止まり根を下ろすことを選んだ開拓者もいた。インペリアル軍には、大きいの移民が訪れる時代があった。これは1930年代と1940年代に、干ばつによる、 ダストボールの被害を受けた農家が、合衆国中から、この繁栄し、労働力を求める地域に移民してきたものだった。特に第二次世界大戦中と、1948年から1951年に、コロラド側の水源から、オールアメリカン運河を完成させた後は、現著だった。1950年の国勢調査では、インペリアル軍の住人は5万人となり、 1910年の約40倍となった。この人口は年間を通したものだったが、毎年冬季にはメキシコからの季節労働者が増えた。1960年代まで、インペリアル軍の農家は、会社とバレーに対して、少なからぬ利益を上げさせるようになっていた。ユマトリでは、コロラド側のウィンター平ン岸にある。 1848年に、米木戦争が終戦を迎えた時に設立され、当初は、平川川口よりも1マイル足らず下流のコロラド川に近い定地に作られた。コロラド川の対岸にある、新しい開拓地、アリゾナ州ユマと近くのメキシコ国境を守るために、開設された。1851年3月、この鳥では、現在のユマ市とは対岸であるコロラド川西岸。 元プエルトでプリスマ・コンセプション伝道書があった小高い場所に移された。この場所は1849年に設立され、ジョン・カルフーンにちなんだ、命名のキャンプ・カルフーンが使っていた。このユマ取りでは、南からカリフォルニアに入ってくるイミングルートの敬語と、半径100マイルに住むユマ族インディアンを支配するために、設立された。 ブルーエンジェルス・エル・セントロ・アメリカ海軍航空基地は、アメリカ海軍でも飛行代替、ブルーエンジェルスの当基本拠地である。伝統的に毎年3月に開催される、最初の航空ショーで、シーズンの幕を開ける。インペリアルバレー日本史会場は、軍の祭りである、カリフォルニア中東フェアフィエスタの会場である。また一周8分の3マイルのインペリアルバレー、スピードウェイがある。 アルゴドーンズ砂丘アルゴドーンズ砂丘という名前は、その地形全体を指すものであり、土地管理局が管理する部分に対する管理上の名称は、インペリアル砂丘レクリエーション地域である。アルゴドーンズ砂丘は、カリフォルニア州では、最大の砂丘である。その範囲は、インペリアルバレー農業地帯の東園に沿って、長さ40マイル以上、平均幅5マイルに広がっている。 ユニオンパシフィック鉄道の主要東西ルートがその東園を通っている。この砂丘は3つの地域に分けられる。最北の地域はマンモスゴッシュと呼ばれる。その南の地域は1994年カリフォルニア州砂漠保護法で設立された北アルゴドーンズ砂丘原始地域である。この地域は自動車利用地域に近くハイキングや乗馬でアクセスできる。 最大かつ最も利用の多い地域は、カリフォルニア州道78号線に始まり、南にたどって、週刊高速道路8号線を抜ける。広大な砂丘形成によって見事な景観を呈し希少植物や動物が見られ、また ATV やオフロードバイクの愛好家が楽しめる場所がある。映画の撮影でも人気があり、 スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの帰還などの映画撮影に利用されてきた。コロラド川はアメリカ合衆国南西部とメキシコ北西部を流れる川であり、全長約2330マイル、ロッキー山脈の西側斜面にある乾燥地帯の一部に注いでいる。元々の流れはコロラド州グランド湖の北からカリフォルニア湾に流れている。しかし、 長年の間に実際にアメリカ合衆国国内の水は人が消費するためにカリフォルニア湾に注がなくなった。この川は釣り、ボート遊び、水上スキーおよびジェットスキーなど水上スポーツに人気がある。サルベーションサンはスラブシティに近くカリパトリア北のカラフルな人工の山である。アドビ、ワラよび大量のペンキでできている。レナードナイトが 神は、すべてのものを愛すというメッセージを伝えるために、制作した。その普遍の愛のメッセージを、特定団体の利益不利益につなげようと望む、指示者からの寄付金や労働は、拒んできた。アンボレゴ砂漠州立公園のパームキャニオンに住む、ビッグホーンアンザボレゴ砂漠州立公園は、その一部が、インペリアル軍に入っており、カリフォルニア州最大の州立公園である。 全長500マイルの未ホソ路、12の自然保護区及び長いハイキング道があり、観光客にはコロラド砂漠の不思議を体験するための比類ない機会を提供している。この公園は、スペイン人探検家、フアンバウティスタデアンサとビッグホーンに対するスペイン語、ボレ語が組み合わされた名称である。湿地帯、野草、ヤシの草林、サボテン及び見渡す限りの景色が見られる。 観光客は、道走り、ゴールデンイーグル、キットキツネ、ミュールジカや、ビッグホーンに加えてイグアナ、チャクワラ、アカダイアガラガラヘビなども見られる可能性がある。フォッシルキャニオンは、コヨーテ山脈のオコティロ近くにあり、その周辺地域は、岩石採集や、化石採集に適した場所である。化石は、恐竜のものではなく、この地域が、水面下にあった。 中心夜からの古代の貝、サンゴ及びカキのものである。ペーンテッドゴージは、コヨ用手山脈の東側にあり、体積岩、変成岩及び火星岩より構成されている。長い間の熱と動きによって幻想的な形と色を作り出した。大々、赤、紫、薄紫が茶や黒と混じり合い、太陽光とその影によって色のパレットを作り出している。 インペリアル国立野生生物保護区では、アリゾナ州とカリフォルニア州に入るコロラド川下流30マイルに、住む野生生物を保護している。ここは、コロラド川がメキシコに入る前の最後の運河ではない、部分を含んでいる。コロラド川とそれに関わる湖や湿地は、緑のオアシスであり、周りの砂漠山岳地と対象をなしている。渡り鳥や、 砂漠の生物にとって避難所と繁殖地になっている。ソニーボのソルトン湖国立野生生物保護区は、メキシコ国境から北に40マイル、カリフォルニア州のインペリアルバレーにあるソルトン、コナンタンにある。パシフィックフライウェイに沿っており、海面下227フィートにある野生生物保護区としては、唯一のものである。コロラド砂漠にあるその井戸、標高及び位置のために、 国内でも最も高い気温が記録されている。5月から10月の日中の気温は通常歌詞100度を超え、毎年歌詞116度から歌詞120度が記録されている。メキシコは博物館、動物園、スポーツと会議のセンター及び国際空港など大都市のアメニティを提供している。アメリカ合衆国のカレクシコからは毎日観光客が 徒歩や車で国境を越えているレストラン、タコス料理店、薬局、バー及びダンスクラブが死を訪れる観光客を引きつけるものである。メキシコの工芸品や土産物を売る多くの店や屋台が国境から歩いて行ける距離にある。また、カリフォルニア州、アリゾナ州及びネバダ州の住人はアメリカ国内より安価になる傾向があるので、医療や 歯科治療を受けに来る。メキシコでは、アルコール飲料を許可されるのが18歳からなので、南カリフォルニアの高校生やカレッジの学生が、週末にアルコールを飲みに来ている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4482平方マイルであり、このうち陸地は4175平方マイル、水域は307平方マイルで、 水域率は6.85%である。多くの領域が海面下にある。大きなソノラ砂漠の延長であるコロラド砂漠の中に位置している。コロラド側が軍の東の境界になっている。海面下235フィートのソルトン湖とアメリカでは最大級の砂丘アルゴドーンズ砂丘という著名な地域がある。チョコレート山脈がソルトン湖の東にあり、 北西から南東の方向に約60マイル伸びている。この地域では構造プレートの境界が裂け目から断層に線ることで地形ができている。サンアンドレアス断層の南端が東太平洋海嶺の北端につながっている。その結果地震が多く、地殻が伸び、地形が沈行することになっている。 数千エーカーに及ぶ上質の農地ができて、元の砂漠地帯を年間生産量が10億ドルを超えるカリフォルニア州でも有数の生産地帯に変えた。インペリアルグでは農業が最大の産業であり、雇用者総数の48%を雇用している。この地域は高温と年間降水量が少ない時は3インチと砂漠ではあるが、その経済は 考えによって農業に大きく依存している。その水はオールアメリカン運河を介してコロラド側からすべて供給されている。遠大な運河系と貯留ダムおよびパイプラインで作るインペリアル考え地区という形態でバレー全体に水を運んでいる。水の分配には総延長1400マイルの運河と1100マイルのパイプラインが使われている。 運河とパイプラインの視線はおよそ100を超えている。この水と植物の生育に適した季節が長いことで、毎年に猛作が可能であり、アメリカ国内はもとより世界の市場に向けて、冬の果物や野菜、麺及び穀物を供給している。アルファルファがもう一つの主要作物である。農業用地は、畑からの表面の流出水と地表面下の排水を、 農業用流出水の貯留地に指定されているソルトン湖に運ぶ厚生農業排水システムによって機能している。エルセントロは軍の商業中心である。市内の雇用者数の50%はサービス産業と小売業によるものである。近年映画撮影現場としての利用が増加しており、サービス産業の成長に拍車をかけている。 砂漠があり、ロサンゼルス市に近いことで軍内の農業地域の外に、ある砂丘などで撮影が行われている。撮影された映画には、スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの帰還、スターゲート、スコーピオン・キング、イントゥ・ザ・ワイルドなどがある。さらに2005年の映画、ジャーヘッドでは、ここの地形が、イラクのそれに近いために撮影現場に選ばれた。インペリアル・バレーは、 太陽熱と地熱という再生可能なエネルギー、開発計画の温床になってきた。このことは、カリフォルニア州が2010年末までに、再生可能エネルギー資源からの発電量を20%と、義務付けたこともあって推進されており、インペリアルバレーが、太陽熱を得るために好条件にあること、高い失業率、海岸部の大都市圏に近いこと、 他の用途に転用しがたい広大な土地があることも推進要因である。グリーンエネルギー生産に適した土地の多くは連邦政府によって所有されている。2008年4月時点で土地管理局は 州内の土地160万エーカーに対して再生可能エネルギー発電施設の申請書163件を受け付けており、そのほとんど全部がインペリアルバレーとバレー北部砂漠におけるものである。スターリングエナジーが現在10平方マイルの土地に3万8000個のサンキャッチャーを置く世界最大級の太陽熱発電プラントを建設する計画であり、2015年頃に 能力通り発電を始めると60万個の家庭の電力を賄うことになる。カルエナジーは現在30万個の電力を賄う地熱発電所を運転しており、将来的には250万個の電力を賄うこともできるようになる。インペリアル軍ではグレーハウンドとインペリアル軍交通がバス便を運行している。アムトラックの列車も軍内を運行しているが、 定期便の停車駅はない。最も近い停車駅はアリゾナ州湯まである。インペリアルバレーの文化はヨーロッパ系アメリカ人とヒスパニックの融合である。アメリカ側の住人の多くはメキシコ系の血を引いており、メキシコ側住人は長年にわたってアメリカ文化の影響を大きく受けてきた。住人はアフリカ系、ヨーロッパ系、東アジア系、 南アジア系及びインディアンの血を引く人々がいて、その社会がある。軍内には、昔から、アジア系アメリカ人の社会が作られてきたが、カリフォルニア州の都市部に比べればその数は少ない。中国人が多いが、フィリピン人、日本人、韓国人、及び少数の東南アジア人の子孫がおり、20世紀初期に、鉄道労働者、 溝掘り、農業労働者としてきた者たちの子孫である場合が多くメキシコとの国境を越えてきた者もいる。軍内には推計1万人のインド系アメリカ人がおり、アメリカ合衆国の大都市を除けば最大規模である。彼らはラテン系文化が優勢な中でインドの文化を表現している。 インド系アメリカ人は1920年代にイギリス統治下のインドやパキスタン大半がパンジャーブ地方から契約農園労働者として移民してきたものである。インペリアルと地会社がパンジャーブ出身の10代の若者約100人を雇用した。2009年のアメリカンコミュニティ調査によれば白人は68.2%だが ヒヒスパニックならば15.8%であり、黒人3.6%、インディアン1.5%、アジア系2.3%、太平洋諸島系0.1%、その他の人種21.9%、根セ2.9%となっている。ヒスパニック系が77.3%を占めている。メキシコ系アメリカ人も75.8%と、 なっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人口一人当たり収入の中央値はカリフォルニア州の軍では最低である。2006年までに人口は16万201人にまで増加し、2000年以来の増加率は30%となって、州内では最大、国内では5番目となった。移民の数の多さ。 手頃な家屋を求める、住人、退職後の家を求める人などがこの人口像を説明するものである。軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で民主党の強い地盤である。共和党が多数を取ったのは1988年のジョージ H w ・ HW ブッシュが最後だった。 2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の69.7%は、法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するための、カリフォルニア州憲法修正案だった。この結果は、民主党が優勢な他の国よりは高いものだった。これが、下級裁判所で違憲だと裁定された後、軍は、連邦司法制度の下で、 命大8を守り続けている。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、カリフォルニア州第51選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では、第80選挙区に入っている。カリフォルニア州議会上院議員の選挙では、第40選挙区に入っている。2010年時点でいずれも民主党議員が務めている。ありがとうございます。